どうも皆さん、バンファニチアイスゲです。ということで、本日はちょっと面白いものを発見したので試していきたいと思います。ということでですね、はい、こちらになります。小炉職人のメモ書き 読めない。はい、これにね、ゴーレムの小炉が燃えている場合、その中に壺の炎を混ぜないこと、特に渦巻く炎は常に避けることってことで、はい、なんとですね、足にダメージが通らないゴーレムがいるんですよ。はい、そいつはこの火炎瓶を投げると倒せるらしいですが、多分ただ投げるんじゃなくて、渦巻いてる時に投げると一撃とか、なんかそういうのがあるのかも。で、そいつが出るのがここら辺なんですよね。ここら辺なので、そいつ本当に倒せるのか、ちょっと試していきたいと思います。ちなみにですけど、さっきの書いてたやつを見つけたのはここですね。はい、ここに今のメモがあります。だから実際あれを見た人は、その頭に投げればダメージ通るんだっていうのが分かるようになってるってところですね。さあ、ということで、こいつですね。で、こいつが頭にこの炎の渦巻いてる時は常に避けることみたいな書かれてるから、その時に入れたら何かがあるのかな。いけ！違うよね、なんか。どのタイミングなんだろうね。よいしょ。いけ。渦を巻いているとき、今だ！はいはいはい。よいしょ。よーし。ふう。一撃では倒せないのか。あ、で、ちなみに今のやつ、足攻撃してないけど、あいつが足にダメージ効かないんですよね。